こうなんとなくね、その3.11 以降伝えられていることが、マスコミによって伝えられていることが本当のこととかなり違うんじゃないかという気がしたから、そこを明確にしたかった。本当のことというのは、映画を見てくれたら皆さんが大体本当のことです。しかしなんとなく伝わっていることは、まあ菅さん福山さんはじめその時の政府の対応が悪かったからあの事故が拡大したんだというように伝えられている部分が結構あって、誤解している人が多い。それはちゃんと、映画で証明したんだ。本当に私はこの映画を見ると結構苦しいです。その場その場での私の記憶がよみがえります。 3.11 のあった直後の3時40分過ぎ、福島第一原発電源機能喪失、冷却機能停止、これが映画にあった危機管理センターで、あのざわざわしているところでマイクを通じて流れてきたあの瞬間、おそらく私は生涯忘れないと思います。誰かが一体いつ回復するんだと怒鳴ったんですが、問い合わせますと言ったきり、結局回復せずにメルトダウンに行ったという状況で、あの瞬間は本当に忘れられないと思いますし、この映画に出てきました寺田補佐官と私が官邸で、総理が 1F に行かれると決めた時に、寺田補佐官が行かれるのか私が行くのかということでやり取りをしたあの場面は、本当にありました。寺田さんは新婚だったので、福島どういう状況になるか分からないので、僕が行こうかという話をしながら、一方で総理の補佐官は寺田さんです。私は副長官なので枝野官房長官の補佐をしなければいけません。総理がいない場合に最高責任者は枝野さんになるので、総理がお前は枝野君をちゃんとフォローしてくれと言われて、私は残ることになりました。あの会話は結構マジでやった会話です。この映画の僕はあのすごいところは、やはりファクトを、事実を分かりやすく伝えていただいているところだと思います。そして最初に来た原発に関する視察は、全ての原発が無事に停止をした、スクランという作業で制御棒を入れて停止をした、ホッとしました。もし地震でスクランができない、制御棒が入らなかったら核反応が止まらないわけですから、これ一番怖いんですね。だからそれを聞いた時ホッとしました。しかしそれから1時間たらった時、次の報告は全ての電源が喪失した、つまり簡単に言うと全部が停電した。次に来た報告は追っかけてきたんですが、全ての冷却機能が停止をした。私はその2つの報告を聞いた時に本当に背筋が寒くなりました。今でもそれを思い出すと寒くなります。というのは、普通夜間にお湯をかけて水蒸気が出て、それでタービンを回す、火力発電も原発も原理は一緒なんです。だからスイッチさえ切ってしまえば夜間のお湯はだんだんと冷えるんですね。そうだったら、だから火力発電だったらスイッチを切ればだんだん冷えるんです。原発はスイッチを切って停止したというのに、当分の間、相当長い間、ものすごい熱が出るんです。自己崩壊熱というのが出るんです。それが何を意味するか、まさにそれがメルトダウンにつながるということを、私も原子力の専門家ではありませんが、大学で物理を学んでましたから、一応そういうことを知ってました。ですからその2つの報告は、このまま行ったらメルトダウンが起きるんだぞという、まさにそのことを意味してました。その後いろんなことがありましたが、皆さんいつメルトダウンが起きたか正確に言える方はよほど最近の情報まで詳しい方だと思います。直後は1ヶ月2ヶ月経ってですね、やっと東電がいつ頃やったんだと言い出しましたが、ごく最近の数ヶ月前の報告では3時間ですよ、わずか3時間ちょっとでメルトダウンが始まってたんです。当時官邸にいた私も福山さんもそれを知りませんでした。夜の10時までまだ水はあるからメルトダウンはまだ起きてないというのが報告でした。
東電の現場からの報告ですよ、正式な。